今日はですね、横浜大和にあるブリキおもちゃ博物館の外国製のコーナーですね。ここにあるのはドイツ、フランス、アメリカのおもちゃですね。唯一うちの博物館の中では外国製はこのコーナーだけです。この外国製のコーナーもうびっちり詰まってますよね。その中でもですね、今日はですね、まあ、猫のバイオリン弾き、ピエロのチェロ弾き、これは楽団チェロ弾きかな、このチェロのおもちゃを2つご紹介します。これはですね、作られたのは19世紀です。ということはもう今から100年以上前のものですね。まあ、100年経つとものはアンティークと呼ばれます。もう間違いなくアンティークですよね。そしてですね、これはもうみんなこうプレスじゃなくて叩き出して作ってますよね。ブリキの板を叩いてですね、ハンダ止めですね、こういう部分を見るとみんなハンダ止めで止めてます。ここにゼンマイがあってですね、これ音はするんですけど、音はこの下にですね、音のするオルゴールではないんですけど、板を弾いて音を出している。動かしてみますね。100年前の音ですから。今でも音がするってすごいですよね。動いて音がする。ちょっと どうですか、よく動きますよね。これは、まあ、この顔の表情から見て、まあ、ピエロのチェロ弾き、まあ、これはですね、こう帽子をかぶっているんで街角でチェロを弾いている音楽家っていうのかな。これも100年経ってますね。みんな吹き付け塗装、ハンダ止め、叩き出しですね。真鍮を叩いて作ったり、これはもうブリキの板を叩いて作ってます。これもですね、ここにゼンマイがあって音を出す板があって、それを弾いて音を出しています。こんな感じですね。ちょっと音はね、またさっきのとは違うんですけど、これはですね、ただそのチェロを動かすだけではなく、帽子まで上下に動かしてますね。帽子を見てください。どうですか、工夫してますよね。今から100年以上前にこれを作った職人さんがいて、もともとこれはドイツで作られたものです。そして日本の横浜の博物館にあるというね。コレクションってロマンですよね。今から100年以上前ドイツで作られて、そしてその間第一次世界大戦があって、第二次世界大戦があって、20世紀というのは戦争の世紀です。それを残ってきた、これはですね、今後100年200年と残していきたいですよね。今回はですね、100年前に作られたチェロ弾きのおもちゃをご紹介しました。また次回お楽しみにしてください。